平行棒です。現在3位につけています。決まりました、はい、森姿勢という技ですね、難度は E 難度です。平行棒での離れ技、非常に安定感を感じさせます、そうですね、佐藤。前振りひねり倒立から後方屈伸の2回宙返り、着地も決まりました。佐藤俊晴、こう見てて安心感があるんですね、ですからそういう面では非常に熟練度が高い素晴らしい演技ですね。ここのところですね、森末、はい、去年は佐藤はこの大会で平行棒で肩を打ちましたね。あ、そうでしたね、ちょっと心配されたんですけれども、今年は綺麗に決めました。現在3位につけています佐藤です。